シンガポールの政治家、同国の第二代首相、首相退任後、上級賞を2011年まで務め、現在は名誉上級賞。不可知論者、身長は190センチメートルと、シンガポール人としては高身長であるため、脅威の長身と呼ばれている。1976年に政界入りし、 政府系海運企業を黒字転換させた功績などが認められ、前任のリー・クアンユーの信頼を勝ち得て首相に就任。内閣はゴーチームと言われた。リーの息子リー・シェンローンへの中継ぎともリーのクローンとも言われ、リーの政策を踏襲した。そのため、ゴー政権は短命に終わると考えられたが、14年に及ぶ長期政権となったのは、 シンガポールの政治関係者の間では意外なことであった。中国の改革開放を支援して、蘇州工業園区を建設したほか、日本にとって初の自由貿易協定である日本、シンガポール新時代経済連携協定を締結し、アセアン自由貿易地域の創設を主導した。2015年9月、リー初代首相の死去後初の総選挙に出馬10期目の当選を果たした。 幾度も訪日しているが、日本の首相の靖国神社参拝に反対しており、多くの人々は、第二次世界大戦で受けた被害と日本の侵略行為を忘れてはいない。従って、その他の国の人々にとって、小泉純一郎の永久戦犯を祀ってある、靖国神社参拝は依然として象徴的意味を持っていると指摘した。ありがとうございます。